まあ、僕たちの場合はですね、ロケーションっていうのは結構気にしてまして、県外避難者なもので、行けるところっていうところになるとなかなか小さい、まあ、あの親子で来れるということで、博物館とかそういうところを提供してもらっていると。私たち自身は医療団体ですので、本来はさ医療とか健康とかそれを啓発していこうということをやっていたんです。共感と納得を大きなテーマにして結びつくことを考えようということを僕たちが始めたんです。双葉の地裁高校に行って行ったんです。僕たちもその思いはあって行ったけれど、何ができるかっていうのはまずは行こう、やることから始めようと。基本は継続っていうことを考えてたもので、それが最初のきっかけですね。福島はですね、僕はあまりこう縁があるわけじゃないんですけれども、原発炭鉱にしても全て東京のために行っていった、皆さんに対して何かできないかっていうのがスタートなのかなと思います。何もできないんだけど、お手伝いだけでもさせてもらえればという気持ちがずっと続いています。今まで参加してくれた方が大体3500人ぐらい、ボランティアが1500人ぐらいいらっしゃるんですね、累計で。一番の困難ってやっぱり経済的なものだと思うんです。企業にお願いをしたりして少しでも長く継続できるためには、市民とボランティアと企業と一緒になって何かを考えなきゃいけないんじゃないかなと。で、何か手伝えるところがあったら手伝いたい、頑張ってとかね、頑張ろうだとかっていう言葉たちじゃなくて、いつまでも僕たちは少しでも忘れないよということがメッセージかなと思います。ただの震災というだけじゃなくて社会の課題だと思うので、ずっとそのことを考えながら皆さんの力を一つになってですね、何かできないかなというのがいつも思っています。避難者の方たちは、まあ、何回も会っていくとほとんどの方たちとこう顔見知りになったり、話を一緒になって聞いてくれたり話をしたりという状況で少しずつ元気になっていったかなと思うんですが、その反面いろんな課題を抱えているわけなんで、その課題を一つずつ解決するためには僕たちが何ができるかっていつも考えてるんですけれども、そういうような話ができるようになったっていうのは大きく違うかなと。ボランティアは震災直後皆さん遠くに行かれたと思うんですが、だんだんもう少なくていった企業の中でですね、ボランティアに対して協力的な会社、またそのボランティアを有志で集まっている会社いっぱいあるんですね。震災のこういうことが一つのきっかけで次のステップの社会課題だとか、その人とのつながりだとか社会だとかっていうのを考えられる大きなきっかけになっているのかなと今思ってます。